ップ前回の全身ロックから、ランニングフィニッシュというところをやりたいと思います。はい、早速始めます。全身ロックがこう終わりまして、左足がつま先から降りて、次ランニングフィニッシュ、右足かかとから入ります。クイッククイックフロー、こういう足なんですね。全身から後退に変わる足なんですね。ものすごくこの足ですね、ちゃんとやったらむちゃくちゃ気持ちいいんで練習してください。クイッククイックスロー、右足がこうかかとからクイック、頭思いっきり左、クイックね、クイッククイック、右足がかかとで左足がつま先で、ここで一気に出せ、ここです、後ろに、ね、後ろにクイック、そして右の回転をグイーンと加えて、右上半身クイックスロースロー、こういう風に、回転、右回転入ってます。もうここから右回転入ってますけどね、クイッククイックスロー、こういう風になります。大丈夫でしょうか。こっち向きでいきましょうか。練習のクイッククイックスロー、で右足からクイッククイックスロー、そしてまた後ろへこうロックにこう入っていきます。こういう感じになっていきます。はい、こっちに行きますかね。全身ロック、クイッククイックスロー、そしてここからランニングフィニッシュ、右足ヒールからクイッククイック、つま先です、今、両方つま先です、両方つま先、そして、右回転がグッと上げて、上半身スロークイックスロー、ここで左足をつま先のままスロー、こういうふうに右足つま先をで、ここから後退を上へ入っていくね、こういう感じですね。もう一回こっち向きでいきます。あ、クイッククイックスロー、クイッククイック、ここでつま先つま先スロー、右足がつま先から降ります、左はつま先のまま、そして後退のスロークイッククイックスロー、で後退して、全身から後退へチェンジする時のランニングフィニッシュ、この足をしっかりと練習してください。ランニングフィニッシュだけやりますと、右足からクイッククイックスロー、こんだけです。クイッククイックスロー、右回転をしっかりかけます。クイッククイックスロー、こんだけです。ここだけでもよろしいので、しっかり練習しておいてください。こんなところですかね、右から左、はい、まあ、これだけ、やっていただければソロのルーティン多分できると思うんで、次回は一回流してみたい、全体像で流してみたいと思います。